そして明けて48年、いよいよ僕にもチャンスが訪れたんです。大人のオーブラの皆様、こんにちは、クリス松村です。さあ、ライブ版の、ね、シリーズ第1弾最後となりますこちら、メモリー、これが、ね、タイトルです。最終的20歳の日記ということなんですけども、そうなんですね、このライブ版、初めてライブシリーズでは2枚組となりました。それはなぜかというと、1枚目はライブではないんですね。20歳の日記と書いてある通り、もう生い立ちからレコード大賞まで秀樹の、20年のドキュメントと書いてありますが、正確に言いますデビューの状況から、今までレコード大賞までといった方が多分正解なんだと思います。というのは、いろいろなそのデビューからの曲、それからいろんなものに合わせてですね、秀樹さんがその時どういう心境だったか、例えばレッスンの先生が厳しかったとか、ね、それからこのシーンではとても悔しかったとか、いろんなことをこう秀樹さんがずっと語りながら音楽が流れていくんです。だからこれはね、特別にまあ台本っぽいところももしかしたらあるかもしれないけど、そこの秀樹さんの心情、その時の心情、あの時レコード大賞の時にちぎれたいのにどう思ったとか、そういうのは結構正直に秀樹さんが嘘なく偽りなく語ってると思うんですね。で、前のライバーの時に申し上げたんだけども、ちぎれた愛の時、秀樹やったよってね、スタッフが寄ってきて、歌唱賞の中にノミネートされたっていうことを、まあ、最終的には受賞するわけですけど、そこの場面が収録されてて、会場に間に合わなかったっていうことも実は秀樹さんの肉声で語られてます。ですからクリス・マスラコと適当なこと言ったわけじゃないんですね。こういう証拠から、まあ私は全部そういうことで証拠に基づいて全てここで発言をしているわけですが、ここでさらに、秀樹さん自身が語られているので、皆様確かめいただきたい、とても楽しい。そしてやっぱりこの20歳の日記の中のメインと言ってもいいかもしれないバラの鎖かも。バラの鎖、まあ、ここで秀樹さんがちゃんとご自身で説明しています。1曲につきね、3パターンとか、まあ、そういう飛ぶんだけども何パターンかいろいろあるでしょう。でも3パターンぐらいっていうふうに秀樹さんおっしゃってます。その中で使われなかったパターンもあるんですよっていうことで、なんとバラの鎖の未発表のバージョンがここに入ってるんです。そのバージョンは皆様が原曲、つまり皆さんが慣れ親しんだシングル版のバンド聞き比べてみると面白いと思うし、傷だらけのローラのことも語ってます。やはりそういうことで、フランス語バージョンが出て、そしてもちろんカナダでは第2位という大ヒットになるわけです。で、それはもうカナダでこのぐらい、カナダだとこのぐらいの大ヒットなんだと説明したりしてますけれども、それがね、嬉しいことにかゆいところに手が届くぐらいこう重なってったりするわけですよ。こういうふうに日本語が最後に出てきたりとか、だから聞き比べっていう意味で非常に、あ、秀樹さんももうヒットをしだして、そして、その過程の中でこういう感じでスタッフも悩み、曲がシングルとして出されていくっていうところも分かる。この1枚目っていうのはそういう意味ではこの時代ならではじゃないですか。今こういうものを聞いたことがないっていうぐらい面白いです。だから秀樹さんの大ファンじゃなくても聞いてて、へーってこういうレコードがあるんだっていうのを楽しめるのが1枚目の CD に収まってます。ぜひお聴きいただきたいと思います。そして2枚目はやはり武道館ですよね。武道館のステージ、もう秋恒例となりました。もう武道館の11月3日って言った秀樹さんの武道館の人、その模様が収められてますけども、まあ、この時も大阪球場のコンサートをやって、そして日本武道館があるというふうに、なってるわけですが、大きく違うのは大阪球場は自分のもうぶつける、西城秀樹がぶつけるっていうコンサートになってる。だけど武道館のステージっていうのは自分を今一度見つめ直しながら歌う、まあ、逆に言うとそれだけの余裕が出てきたっていうふうにご本人おっしゃってます。だから武道館のステージっていうのは大阪球場とは一緒ではないっていう、まあ、取り組み姿勢は一生懸命一緒でもね、全く姿勢は違うんですよっていうことを説明して、でもそれは聞けばその内容がよくわかるっていうふうに私は思います。だから自分を冷静に見つめる秀樹さんというものを感じていただきたい、そんなふうに思いますが、まあちょっと追加で話をすると、秀樹さんはちょうどこの武道館のあたりで引っ越しをするんです。1DK から 3LDK のところに引っ越してですね、さらに
こう自分のスタイルっていうものを確立していく、だ重要ですよ、結構住まいも変わっていくっていう、秀樹さんの個人的なところから言うとそういう住まいの時の変化もあったという、そういう中で行われてますます充実していくということなんですよね。この晩は2度も3度も楽しむ晩ですから、ぜひ、このメモリー本当に二十歳がもう終わる頃っていうか、まああと半年で終わるって、まあ本人が終わる頃っていうふうに言ってますけど、ぜひ楽しんでいただきたい、そしてうっとりしていただきたい晩です。さあ、ここでライブ版を待ってご紹介、そしてですね、さらに言うとこうやって見開きになって秀樹さんのストーリー、ヒストリーとかあります、写真小さいライブでございます。皆さん、はいこのようにですね、きちんと、私も老眼ですけれども、きちんと大きくなってますので、そういう仕様の面も、ご安心ください。小さくなったから全部小さいんだろう、今回の復刻シリーズでそういうことはいたしません、ですからぜひ安心して老眼の私を見えるので、ご期待いただきたいと思います。